おい、レン。ユート、どうしたの？俺は授業終わってさ、リハーサルまで暇なんだ。レンは？僕はこの時間は取れる授業がなくて空き時間なんだ。そうか、じゃあ暇だな。カラオケでも行こうぜ。うん、行きたい。でも次の時間は授業があるから1時間くらいしか歌えないかも。いいぜ、行こう。うん。あ、あれ、お、リオじゃねえか。授業かな。僕たちに気づいてないみたい。いいこと考えた。レン、カラオケはまた今度にしようぜ。うん、いいけど、どこに行くの？いいからいいから、こっちだ。そっちは政治経済学部の校舎だよ。おう、リオの授業、一緒に受けようぜ。え？リオが一番。レン、行くぞ。待ってよ、ユート。レン、こっちだ。あの教室に入っていったぞ。どうしてリオに内緒でついていくの？なんか探偵みたいでかっこいいだろ。お、そうかな。ほらほら、リオのすぐ後ろの席に座って驚かせてやろうぜ。うん。何してるんだ？うわ、どうしてそんなに驚くんだ？急に出てきたら誰でも驚くだろう。驚かすつもりはなかったんだが、後をついてくるから、てっきり俺に用があるのかと。リオ、僕たちが後をつけてたの気づいてたの？ああ。レン、俺たちは探偵には向いてなかったみたいだな。そうだね。結構わかりやすかったぞ。で、俺に何か用があったんじゃないのか？用ってほどでもないんだが、リオの受けてる授業どんなのかなって気になって。政治経済に興味があるのか？確かに政治という観点から見れば、歴史的要素も法律的要素もあるかもな。面白そう。決まりだな。教科書は俺のを使え。専門用語も多いが、そんなに難しくない授業だから、ま、初めてでも楽しめるだろう。全然わからなかった。面白い授業だったね。レン、わかったのか？なんとか。専門用語もリオが説明してくれたし。五両は寝てたな。寝ないように手とかつねりすぎて、いてんだからな。本当だ、つねった跡がいっぱい。今度は俺の取ってる授業にも来いよ。歴史の熱い話が聞けるぜ。渡の授業もよく映画とか見てて面白そうだな。五両と的場は同じ文学部だったな。文学部はそんなに授業内容に幅があるのか。面白そうだな。ああ、俺は歴史分野の授業をよく取るけど、渡は映画の評論とかよく授業で小説書いたりしてるぜ。どっちも面白そうだね。そういえば万里はよく授業で電卓使うって言ってた。商学部だからな。そういえば酪農場の経営やバンドの運営に役立ちそうな授業も取ってるって言ってたぞ。何？バンドの運営？それは俺も聞きてえな。じゃあ今度みんなで白石の授業に潜り込むか。ああ。どうした七星？なんだか面白いね。僕一人じゃ他の学部の授業を受けるなんて考えもしなかった。仲間ができたから知ってることたくさん増えた。だったら全員の知識を持ち寄ればアルゴナビスは最強だな。そうかもな。よし、じゃあ早速次のレンの授業も受けに行こうぜ。うん。ゴリョ、今度は寝るなよ。だから寝てねえって。